皆さんこんにちは。これから私は家族旅行の感想について発表したいと思います。私は2年前にチャーティンバック3へ行きました。家族と4人車で行きました。チャーティンバック3はマランのバトにあります。チャーティンバック3で6時間ぐらい過ごして、午前9時にスラバヤからマランへ出発しました。マランへの旅は2時間ぐらいかかって、ちょっとつまらなかったです。旅の途中で時間を潰すために、私は妹と話したり、ゲームをしたり、寝たりしました。ついに午前11時にチャーティンバック3に着きました。改札でチケットを買ってから遊びの乗り物に入っていました。あの時私たちが入った遊びの乗り物は3つでした。ダイノパークやスターレジェンドやミラーワールドです。チケットの値段はちょっと高かったが、遊びの乗り物はとっても素晴らしくて良かったと思います。まずはダイノパークで、この中にいろいろな恐竜の書類や時代起源などを説明されていました。そして恐竜の人工像もありました。その像が動いてすごかったと思って、恐竜の世界に行ったのようでした。次はスターレジェンドです。この中に様々な国のレプリカコーナーがたくさんあって、例えばインドネシアにあるイスタナ・マルデカとか、アメリカにあるホワイトホースもありました。そして各国の偉い人のワックス像が置いてありました。ジョコビ大統領のワックス像もあって、とてもすごいワックスだった。日本のレプリカコーナーもありました。そこに日本の冬のようでした。私は日本のレプリカコーナーにたくさん写真を撮りました。コスプレイヤーや日本の食べ物や着物を借りる場もありました。私たちは日本コーナーにあるレストランで昼ご飯を食べました。私はラーメンで、妹はおにぎりで、母と父はカレーライスを食べました。昼ご飯を食べた後、最後の遊びの乗り物に入りました。それはミラーワールドで、すなわち鏡の世界です。名前の通り、その中に鏡がいっぱいありました。それに少し暗くて、位置は迷宮のようにされました。私たちはちょっと出口を探しにくいでしたが、ドキドキで楽しかったです。午後5時にスラバヤへ帰ったことにしました。お土産は買い忘れて残念でした。あの時家族とチャーティンバック3に旅行したことは今もずっと覚えています。とっても楽しくていい旅でした。私にとって忘れられなくていい思い出だった。またいつか家族と旅行したいなと思っています。これで私の家族旅行の感想については終わります。見てくれてありがとうございました。